はい、皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。ペテロでございます、ワールドスタジアム5、今日もね、やっていきたいと思います。そうですね、今日からカードが変わりますね。横浜阪神じゃなくて阪神横浜の10回戦参りましょう。タイガース先発藤田さん、ちょっと下向きで、ベイスターズの方は、校長小宮山さんですね。スタメンは広沢さんもまだ上がってこない。ペレスさんがね、上がってきましたね。まあ、このまま行きましょう。はい、ペレスさんはね、昨日6択やったんですけどね。はい、行きましょう。坪井さんがまたね、ちょっと打席不足になってるからね、どっかで稼がせたいんやけどね。わあ、ライトいい当たり。あー、ライトオーバー檜山さんの頭の上越えてきました。スリーベースヒット。さあ、ノーアウト三塁のスタートとなりました。ベイスターズ先取点のチャンス。金城さんはファーストゴロ。これは動けません、石井拓郎さん。2球目緩いた、見送りました。3球目外、これも見送り。4球目もう1球外、打ち上げました。犠牲フライには十分。ホームイン、ベイサス先生。あ、もう真っ青になってる。鈴木貴則さんセカンドゴロ。さあ、初パノの石田黒さんのスリーベースが絡みました。ベイスターズは先制に成功。赤星さん初球打ち詰まりました。平下さんも加工気味。ああ、入ってんのか。今度はうまく流しました。左中間への当たり。さあ、文心君にもありました。文心君も調子を落としている。盗塁読まれてます。タイガース踏んだり蹴ったり。文心君ショートへ、内野安打にはなりません。ショートゴロ、スリーアウト。さあ、タイガースは、平下さんのヒットでしたけどね、こちらは得点に絡みませんでした。中根さん初球打ちセカンドゴロ。センターへの当たり。赤星さんほぼ定位置、ツーアウト。お母さんは宇宙界のシングル。ツーアウトからランナー出ました。谷繁さん詰まりました。ライト前進。檜山さん掴みました。スリーアウト。ベイスターズこの回もランナーは出しましたけど、この回は得点に絡みません。1対0のまま。クルーズさんはライナー線のあたり、左中間におっつけました。ツーベースヒット。さあ、タイガース同点のチャンス。檜山さん、檜山さんもおっつけて、これは抜けません。金城さんダイビングキャッチ。そして上り調子ペレスさん、ライナー性左中間抜けてきました。クルーズさんホームイン、タイガース同点。ペレスさん左中間へのツーベースヒット。そして絶好調木原さん、ピッチャー返しファーストへ送球、ツーアウト。おっ
とフライが上がってしまった。止めたバット、3アウト。しかしタイガースはクルーズさんじゃなかったペレスさんの左中間タイムリー、同点に追いついております。小宮山さんは二遊間への当たりセカンドゴロとなります。そして第一打席はライトへのスリーベース、石井拓郎さん、ここは平下さん追いつかない、ファール。またライト、ライトオーバー、ツーベースヒット。金城さんは初球打ちに引っ掛けたセカンドゴロ、ドスターさん打ち上げました、センターへの当たり、センターフライで3アウト。石井拓郎さん2打席連続の長打でしたけど、ベイスターズこの回も得点絡みません。藤田さん右打ち、ライト前ポトリとトス、ヒットで出塁しました。ノーアウト1塁。ピッチャー後ろに弾いたファーストへ送球、これはアウト、進塁打となります。平下さん流し打ち、一塁三塁、追加点のチャンス、タイガースは分身君を迎えます。盗塁成功、二塁三塁、ワンヒットで2点追加のチャンス、流した、あ、これは切れる。詰まりました。ホームへの送球、フィルダースチョイス、ワンアウト満塁。トゥルーさんセンター前渋いヒット、タイガース勝ち越し。そして檜山さん、檜山さん1、2塁間、これも渋いヒット、野手の間を抜いていきます。3点目。そして左中間の上のツーベース、ペレスさん、今度は流しました、ライトオーバー、長打となる、ランナー2人帰りました。5点目。ペレスさん今日は大当たり。そして沖原さん、あ、打ち上げた、沖原さんセカンド後方へのフライ、引っ張り込めません。矢野さん、矢野さんレフトへいい当たり、しかしこれは切れました、ファール。さあ今度はどうだ、レフト線フェア、ランナー1人帰る、2人目もホームイン、7点目入ります。打者一巡しました。3回裏、藤田さんは、払いました、右中間へ、ヤンさんホームイン、8点目。赤星さんが今日はノーヒット。サードゴロで3アウト。しかしタイガースは3回の裏7点追加しました、8対0。鈴木隆文さんいい当たり、右中間、ツーベースヒット、ノーアウト2塁、ベースターズ追加点のチャンス。中根さんは打ち上げました、レフトへのフライ、ワンアウト、ランナーはセカンド。そして佐伯さん、佐伯さんもセンターへ、ツーアウト二塁、小笠さんがヒット出ております。今日はこの打席はショートゴロ、スリーアウト。さあベイスターズ再三の得点圏のチャンス生かすことができません。8対1。
これは飛びすぎか、レフトフライ。さあ文心君が今日はノーヒット、思いっきり引っ張りました、レフトオーバー。ライナーで抜けてきました。そしてクルーズさん今日は2安打。あ、引っ張ったぞ、どうだ、ライトへ、ライトオーバー、文心君ホームイン、9点目。檜山さん、檜山さん、あ、ライトオーバーになる、大きな当たり、あ、入った、檜山さん24号ツーラン。ライトオーバーかと思われた当たりですけど意外と伸びました、スタンドイン、檜山さんに出ました24号ツーラン。これでタイガースは11点目。さすがに小宮山さん降板か、小宮山さん4回途中11失点。そして今日2安打のペレスさん、ああペレスさんじゃない、あそうだよね、ペレスさんやね、バーズさんがピッチャー、ボール先行、寝起きにやるもんちゃうなセンターオーバー今日は3安打、しかも3つとも長打、ツーベース。沖原さんがちょっとパワー打ちでね今日は苦戦しておりますね。あー打ち上げる、矢野さんはレフトへのツーベースを打ってます。これもいい当たり、横抜けました、2打席連続ツーベース、タイガース12点目。そして藤田さん、藤田さんも今日は2安打、セカンド後方抜けてきました、ツーアウトながら2塁3塁。さあ小石さん、ヒットが出るか、あー完全に詰まりました、タイミングずらされてしまいました、セカンドゴロ。しかしタイガースは4点追加しました。4回終わって12対1。8番キャッチャー谷重、落ちる球、今日初の三振を奪いました。レフトへのフライ、平下さん取りました、ツーアウト。打ち上げました、センターへのフライ、右中間、ここは川内さんキッチリ取りました。5回の表はベイスターズ三者凡退。さあこれで藤田さんは勝ち投手の権利を得ました。あー平下さんちょっと力がパワー打ちにしましたけども、ここは打ち損じました、センターフライ、文心くん、文心君バットの先端、ここはショートゴロ。そしてクルーズさん、おっつけましたけど今度は伸びない、センターフライ。5回の裏のタイガースは三者凡退となりました。ちょっとバーズさんに代わってからタイミングが合わなくなってしまった。近所外の球引っ張りました、ライトフライ。3番セカンドロッサー、ロッサーさん、これはセンターが前進、赤星さん、ラクラクキャッチ、ツーアウト。鈴木孝則さんは、あここは見逃す、ソテーのまっすぐ。そして4球目落ちません、ここは鈴木孝之さん振ってきました。
いい当たり、センター赤星さん取れない、センターオーバー、ツーベースヒット。さあツーアウトからチャンスメイク、ベイスターズ中根さん。さあ中根さん右中間の当たり抜けてきました、連続ツーベース、ベイスターズようやく得点圏のランナー返しました。2点目が入ります。佐伯さんはセカンドフライ3アウト、藤田さんは6回2失点での降板となります。さあ檜山さん、先ほどはびっくりなホームラン、この打席は詰まりました、ショートゴロ。ペレスさん今日は3安打猛打賞、センターへは抜けません、二遊間の当たり。沖原さん一発欲しいね、センターへ、センター前ヒット、いや抜けていった、金城さん反応が遅れました、ツーベース。で矢野さんレフトへのヒット2発、今度は左中間、これも抜けていった、沖原さんホームイン、13点目。下位打線が今日は頑張ってくれてます。ここで代打、あ八木さん行こうか。さあ八木さん、ピッチャーファーストに大きく弾く、ここはファーピッチャーゴロとなります。6回の裏タイガースは1点追加、13対2。さあベイスターズのラッキーセブン、ここからはいや違う、ヤブさん、ピッチャーヤブ、調子のいいヤブさんを持ってきました。ああ外れたスライダー、空振り三振、ワンアウト。谷重打ち上げました、ファースト後方へのフライ、クルーズさん掴みました、ツーアウト。9番ピッチャーバワーズ、バワーズさんは力のないショートゴロで3アウト。ラッキーセブンのベイスターズは三者凡退、タイガースのラッキーセブンはトップの赤星さんから今日はノーヒット。センター赤星、ピッチャー返し、石田倉さん横飛びはセーフ、内野安打。さあようやくヒットで出ました、盗塁成功、盗塁も一つ稼ぎます、引っ張ってライト前、平下さんも出塁、文心君も今日は1安打、文心君盗塁成功、ノーアウト二塁三塁、追加点のチャンス。あはははは、翻弄されてる文心君、空振り三振、今日は文心君制裁加えております。ここはクルーさんセンターライナー。さあそして今日ホームランを放っている檜山さん、ライト檜山、緩すぎてタイミングが合わん中ね、あー詰まりました、ライトへのフライ。ラッキーセブンのタイガースは1番2番が連続で出塁、しかしその後クリーンナップは三者凡退、無得点。1番石田黒さん、ギリギリ間に合いました、ショートゴロ、ワンアウト。内野安打かと思われましたけども、沖原さん素早い投球、早球やね見逃し三振、ツーアウト。
さあここで止めておきたいドスターさん。ドスター、ああセンターへ抜けました。4番レフト鈴木孝則さんは分身クエのゴロ、初球打ちでした。3アウト。8回表のベイスターズはドスターさんの ヒットで出塁しましたけども、またもやも得点。さあペレスさん今日は猛打賞。レフトへ引っ張りました。伸びるぞ、レフトオーバー。今日4安打。そして沖原さんは3打席目にツーベース。痛烈、しかしここは鈴木孝則さん取りました。レフトライナー。矢野さんは今日はツーベース3本。ここは抜けません。金城さんダイビング。ヤブさんの打球はサードへ投げた、セーフ。さあ高橋さんに回ります。センター高橋戻りきりました。ドスターさん疲れている、あドスターさんじゃない、バーさん疲れている。センター前、14点目。さすがに交代。宝島さんね宝島さんが緩いからね、球がピッチャー宝島は盗塁成功。ボール先行のカウント、さすがに真ん中投げてきました。レフト前タイムリー、15点目。さあ文心くん、セカンド文心くん、ああしまった、戻るのが早すぎた。文心くんの打席は盗塁失敗でなくなってしまいました。さあ9回表の攻撃、ベイスターズは中根さんは初球打ちレフトフライ。佐伯さんも今日はフライアウト3つの内容。外の球引っ掛けました、ペレさんファーストへ送球、2アウト。7番サード小川セカンドゴロ、3アウト。ゲームセット、ヤブさんは3回きっちりゼロに抑えて、リリーフ成功。15対2。いや今日はね、檜山さんが素晴らしかったね。あれがホームランになるとは思ってませんでしたんでね、なんとかチームで1本だけねホームラン打ってくれました。檜山さん24号が出ております。勝ち投手藤田太陽さん、負け投手は小宮山さん、矢部さんがセーブと。他球場ドラゴンズ競り勝ちました、岩瀬さんの勝ちでギャラドさんにセーブ、岡島さんが打たれております。ということはリードしてたんかもしれないね。もう一つの試合はカープが勝っております。ケンさんね、また勝ち投手、お石和久さんが最近よく負ける、でシュールストラムさんにセーブと。はい、では今日のね、新聞ですね。藤田さんが11勝目ね、小宮山さんは6敗目、矢部さんはもう9セーブですね、もう1つセーブ取れば2桁になります。ベイスターズはヒットはねよく打たれましたよね、藤田さんもやっぱり2失点しただけあってね。で、タイガースの方は
まあ、沖原さんもヒット1本だけ出たんでね、先発全員安打、藤田さんは素晴らしかった、矢野さんもねちょっと長打が出るあたりが多かったですね。ペレスさんがねようやくまた調子上げてきたかなというところですね。あのホームランはありませんでしたけどね。で檜山さんが、宇宙間へね、24号を放っております。背番号と一緒になりました。文心くんは今日はヒット1本、打率結構下がりましたね。でクルーズさんは5打数3安打猛打賞と。で平下さんがいいつなぎをしてくれましたね。赤星さんがちょっと今日はゴロアウトが多かったせいでね、24安打の15得点という試合でした。それではまた明日、さよなら。